はい、プロデューサーの深見です。ディレクターの小川です。皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、皆さん、YouTube 動画ご覧いただいてますか？ね、みんなきっとね、見てくれてるかなと思うんですけれど、今回は、ちょっと夢を語ろうと思います。はい、お、夢ですね。そうなんです。いいですね。ただね、夢は語るだけじゃなくて、はい、叶えるために語る。ということで、はい、私たちが作りたいチームについて今日は語りたいと思います。よろしくお願いします。さて始まりました。今回は夢を語る企画ということで、はい、まあ、夢は夢のままで終わらせないぜっていう感じでね、やっていきましょう。しましょう。ということで、プロデューサー、はい、どうぞ夢を語ってください。そうですね。前にもね、この、なんだろう。エージェンシーっていうのを始めた時にもちょっとお話をさせていただいた部分もあるんですけれど、僕たちはこのハビジスエージェンシーというものね、車椅子ユーザーたちとのためのサービスとしてね展開しているんですけれど、彼らが、ね、彼女らがもっと輝けるようなためにね、なんていうのかな、チームみたいなものを作っていきたいななんていうふうに思ってるんですね。で、まあ、チームって言っても分かんないと思うですけど、実際お仕事を、受けていく、お仕事をこなしていく、お仕事をしていくっていう仕事集団っていうのがね、僕たちが作りたい夢のね、ゴールじゃないけど一つの終着点だなかなと思っていて、そこに向かって、ここからね、いろいろ動き出していきたいななんていうのをね思っていて、そんな僕たちの大きな夢、野望があるということなんですよね。そうなんです、はい、そうなんです。いや本当にそうね、あの夢だなって思っていて、いつなんだろうスタートラインにね立てるのかななんて思ってたんですけど、はい、今回車椅子ユーザーの方々をインタビューしていったら、うん、なんだろう、その夢がこんなに近くにあるのかなっていうのを私は感じていて、はいはい、それもあのやっぱり車椅子ユーザーの方々の中にはたくさん の, そのスキルを持っている方がいらっしゃるんだなっていうのを改めて肌で感じました。あのもちろんインタビューを取っている方々なので、活動的な方がねすごい多いなっていう印象があるので、必ずしも皆さんがというわけでもないのかもしれないんですけれど、いやこういうスキルを持っている方とお話しできるなんて嬉しいなっていうのが私は続いた感じでした。インタビューを撮っていて、僕もインタビューの動画を見ていく中で本当に個性的で、エネルギーにあふれていて、で実際に仕事につながる、やれることできることっていうのがたくさん持っている人たち、こんなにいっぱいいるんだなっていうのを、まだまだ車椅子ユーザーのごくごく一部なんだと思うんですけど、それでも感じることができたんですよね。そうなんです、うんうん、あれはね、多分この動画をねご覧のそれこそ車椅子ユーザーの方と関わったことがない方が見た時にですね、きっとあなんか印象変わったなとか思うと思うんですよね。なのでやっぱりそれを動画だけでなく、ちゃんとその仕事のスキルとしても伝えていきたいなっていうとこですね。そうですね。では、はい、私たちハビリスエージェンシーとしては何ができますかね。はい、そうですね。まずね、直近でできることとしては、この今ねインタビューする中で、まあ、その一部としていろんなスキルがあることが分かってきたんですけど、そのみんなが持っている、車椅子ユーザーの皆さんが持っている、スキルをもっともっとこう具体化するっていうかね、どんどん聞いていって、こんなことできるんだよね、あんなことできるんだよねっていうのをまとめていけるといいかなっていうのをすごい思っているんですよね。まとめていく、そうそうそう、なんかのトレーディングカードみたいな感じですかね。そう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 、トレーディングカードだったりタレントメーカーだったり、 あとは何、 J リーグチップスのカードだったりプロ野球もありましたね。そう、プロ野球もありますね。そんなものができていくと、なんだろう、あ、実際に仕事を頼めるのかもしれないとか、うん、この人たちにやってもらいたいななんていうのが集まっていくんじゃないかなって思ってるんですよね。
本当にそうです。あの、事務仕事一つにしても、うん、得意不得意の分野があったりですとか、あ、そうですよね。うん、IT スキルといっても、IT スキルもすごい細かいですからね。うん、そういうのを一人一人が、あ、この方こういうところが強みなんだっていうのが分かるようなチームであり、そういうタレント名鑑的なものがね、作れたらいいですよね。そうなんですよ。ちょっとできちゃいそうだなって思ってます。本当にそうです。まあ、ゆくゆくは、と言いますかね、早く始めたいなっていうところはあるんですけれど、うんうん、まあ、そのチームっていうので言うと、まあ、さっき言ったように IT スキルとかはね、はい、早めにできそうな気がしますよね。そうですね。 IT とか、まあ、パソコン関連っていうんですかね、うん、やっぱりやってらっしゃる方、技術高い方多くいるのをすでに感じたので、はい、ね、その IT、 あとはデザインとか、あ、いいですね、うん、そういうね、あとは、やってくださる映像編集やれるとかね、いろんな人たちいらっしゃったのが分かるんでね、うん、このパソコン関連というところはちょっと手っ取り早く作りやすい、チーム作りやすいかななんて思ってますね。そうですね。あとは、あの、結構音楽をやってる方もそう、ね、そういたので、うん、ミキシングとかもね、自分でやっているというお話を私伺ったので、うんうんうん、それこそ何か音楽の編集で、まあ、困ってますとか、うん、そういうとこお手伝いしてほしいなっていう方々が私たちのサイトとかを見て、あ、ちょっとこの方と一緒にその音楽のことをもっと深めていきたいなとか ね、 ですね。あとはやっぱりアクティブな車椅子ユーザーの方もとってもたくさんいらっしゃったので、なんだろう、うん、例えばその、まあ、動画とかになるとね、こう撮影に一緒に行っちゃうよとか、あの、こういうアトラクション、こういう、なんだろう、うん、テーマパーク楽しかったよとかをレポートしてもらうとか、そういうのもできるかもしれないですし、あとはね、なんだろう、うん、実際の使用体験じゃないけど、車椅子ユーザーならではの視点でいろんなものを検証するとか、そういうチームも作れたりとかできちゃうのかななんて、ね、思いましたね。楽しい。やっぱり、あの、この車椅子ユーザーでチームを作るっていうところにちょっと私たちね、こだわってるんですけど、そうですね、ズバリ思いはやっぱりですね、車椅子ユーザーっていう ね、 あのね、賛否あるかなとは思うんです。車椅子ユーザーっていう風に、ね、ハビリスエージェンシー自体もこう、ね、まあ、限定して言ってるところがある。これには実は意味があって、やっぱり、車椅子ユーザーってくくることによる、なんだろう、見え方の面白さだったりキャッチーさだったり、あ、こんなことできるんだねとか、なんか新しい発見、まあ、見方が変わる、ね、世の中の見方も変えていく、見方っていうのはね、仲間の見方じゃなくてね、見え方を変えていくみたいなことで、うん、印象的に分かりやすい、分かりやすいかなと思って、そんなところに意味合いとしてね、大事にしていきたいなって思ってるんですよね。本当ですよ。あの、車椅子ユーザーの方インタビューした時に、うん、アイデンティティとしてこの車椅子に乗っているという一つの自分らしさっていうのも語ってくださった方もいますし、うん、まあ、その言葉にね、乗っかってしまうっていうのも、それも賛否あるのかもしれないんですけれど、うん、私は単純に、あの、なんとかレンジャーっていう感じで、うん、車椅子レンジャーみたいな形でこうずらーって車椅子が並んだらかっこいいじゃないですか。そうなんですよ。単純にかっこいいとかは、面白いとか目を引くなっていうのがね、うん、そういうのって大事ですよね。そうなんです、うん、なんか、あの、車椅子って私本当にかっこいいって思っていて、で、いろいろなデザインの車椅子もあるじゃないですか、うん、機能もありますし、そうですね、なんかそれも含めて、あの、いい意味でいろんな方に知ってもらいたいなって思ってます。車椅子だってかっこよくて、かっこよすぎちゃって自分でマイ車椅子持ってますからね。本当に。で、しかも、あの、マイ車椅子持ってるの珍しいなって私、うん、あの、プロデューサーのこと思ってたんですけれど、はいはい、あの、SNS でいろいろ検索したら同じように、うん、マイ車椅子を買ってしまいました、かっこよくてっていう、なんか、あの、お仲間がいました。あ、本当ですか。あ、そんな人もちょっと話聞いてみたいですね。なのでね、私たち憧れてる部分もありますので、それも含めてね、一緒にあのチームを作りつつ、あの、いろいろな見え方、見せ方っていうのをね、やっていきたいと思ってます。はい、では夢膨らむんですけれど、実際に皆さんのスキルをここからちょっと集めていきたいですね、うん、集めていきたいですね。どうやったら集まりますか。まず一つ、私たちが持っている、うん、はい、まあ、ツールとしては、はい、LINE 公式アカウント。あ、そうですね。これはね、ぜひ皆さん登録してほしい、うんうんうん、で、登録していただいて、それで今チャット機能がオンになってるんですね、うんうん、で、チャット機能っていうのは
皆さんの方がご存知かもしれないんですけれど、うん、私たちとだけしかやり取りができない形でね、すごい他の方々に見られてしまう LINE とはまた違って、こちらの運営側とやり取りをするものになっているので、うん、ぜひそこでお名前と、僕こんなことできます、うん、私こんなことできますっていうのをね、言っていただけると嬉しいなと思ってます。そこからこうチーム作り一つ一つね進んでいくといいですね。でしかも、まあ、夢膨らみますねって言ったんですけれど、私たちにとってもそれが夢であり、同じく皆さんの中ではまだそのこれやりたい、デザインやりたいんだけどお仕事にまだできてないんですって方もねいらっしゃると思うので、そういう夢も一緒に叶えていきたいなと思うので、今勉強し始めてて、例えばイラストレーター使い始めてみましたって、うん、初級のお仕事とかありませんかみたいな形でね、うん、ちょっと言ってもらえるとまたチームが盛り上がっていくなと思います。でね、チームが出来上がった暁にはそのチームを見て、あ、こんなことできるんだってね、まだ仕事とかに意識が向いていない車椅子ユーザーがそれによってこう元気づけられるとか勇気づけられる、そんなチームになってたら素敵ですよね。いや素敵、なんかもう私車椅子じゃないんですけれど、チームに今すっごく入りたくてたまらない違う夢ができましたそれはディレクションしてもらわないそうだ、ディレクターでした、はい、というわけでね、今回は私たちの夢であるそのチーム作りっていうところをお伝えしてきました。これは、見ていただいている車椅子ユーザーの方々がいて初めて作れるものですし、あとは車椅子ユーザーじゃない方々、見てくださっている方、ぜひ応援していただきたいなと思っています。なので、また改めて伝えますけれど、LINE 公式アカウント、あと他にはツイッターもやってます。あとインスタグラムもやってます。であとそもそもホームページもあります。はい、ということで皆さんいろんなつながり方ができますので、まずはハビリスエージェンシー、概要欄にいっぱいリンクが載ってますので、はい、そちらからつながっていただきたいなと思ってます。はい、最後に一言どうぞ。そうですね。なんかもういろいろ語り尽くしちゃったところはあるんですけれど、やっぱりこう、車椅子ユーザーが未来に向かってね、こう歩んでいけるように、僕たちはね、サポートするっていうよりは、なんか一緒になんか仲間になっていく、そんなね、イメージで広げていきたいなって思ってますので、さまざまな形で、ね、先ほどね、小川さんから伝えていただいた通り、いろんな、SNS だったりやってますので、まずはつながっていただくと、そこで、少しずつね、自分ができることとかこういうのをね伝えてもらって、チーム作りできていったらいいかなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。本当一緒に夢を叶えましょう、はい、ということで皆さんまた見てくださいね、はい、さよなら。